セーヌ川流域図。セーヌ川がパリ盆地を流れる。パリ盆地はフランスの中央部から北部に広がる盆地。三上期に起きたバリスカン作り山運動によって形成された地盤の上にいくつもの地層を重ねたケスタを形成し、中央部はセーヌ川が流れている。通常パリ盆地とみなされる地域は地質学上でパリ盆地と呼ばれる地域よりも狭く、 現在のイルド・フランスを中心とした東部を除いた国土の北半分を指すが、一方、地質学上でパリボンチを指す場合、北はカレーの南部の丘陵地域から南はポワティエまで、西はカーンから東はライン、川中流域のザールブリュッケ県あたりまでを指す。パリボンチの地形は平原と標高が低い丘陵部からなる。南東部から東部に広がるシャンパーニュ平原や ブルゴーニュの境界では、差別侵食を受けた地層が中心部に向かって緩やかな傾斜を形成する一方、外側へは休傾斜である。様々な種類の粘土、石灰岩、チョークが、シャンパーニュ湿地帯やシャンペインプース、コー、ペイズ・デブレーで見つかる。パリ盆地は、地質学上、堆積岩の盆地である。バリスカン作り山運動によって地層がかき乱され、三上期から、 先進予までの間に海底に堆積した土砂、岩石からなる浅くて広いボール状の盆地となっている。バリスカン作り山運動によって形成された地層は、西部ではブルターニ半島の丘陵地帯に、東部ではアルデンヌ県、ボージュ県、フンスリュック山地に現れ、南部では中央高地との境界やブルゴーニュのコートドール県に、あるモーバンに接し、北部ではイギリス海峡を渡り、 イングランド南東部に繋がっている。他には、アルプス造山運動によって形成された、コートドールの断層や、ロンドンブラバンと大旋回といった数少ない古い、時代からの山々と接する。下記にあるものは、英語版に記載していたものであり、日本語版では直接利用していない。ありがとうございます。